見てたのが木田なんですよね、今のキャプテンですね、はい、やっぱりそういう思いをやっぱ背負って今日はピッチに立つと思いますし、左エンドにホーム横浜 F マリノス、阿部東京のキックオフで最終節がスタートします。 J1 リーグの最終第34節がスタートしました。渡辺剛浮かせて東側のスペースオンサイド、長い長いだ、シュート正面こぼれている、決定機でした。長い入れ替わってフリーになりました。エリキ中にマルコス・ジュニオール、中川、橋本、和田が持ち、左足でティーラトン、ワンタッチ、ゴール先制横浜。大きな先制点に、和田からマルコス・ジュニオール、前に3トップ引っ張りましたが、マルコス・ジュニオール、エリキ、コントロ、シュート、大きな追加点が踏まれます。エリキです。踏まれ強さっていう部分でいうとちょっと FC 東京らしくないですね。ここ滑ってる人もいませんし、2対0 F マリノスリードで、これからセカンドハーフ、カード変わります。先ほどのイエローの訂正でレッドカード退場です。まあ、蹴ってたのはここでは間違いないですね、でそのまま抜けていたら入れ替わりました。遠藤走ります、カットイン、入れ替わった左足、やりきりました遠藤。まあ、なかなかこうアシストとかゴールとかいう結果が生まれづらかった選手だったんですけど、やっぱりこういう縦への仕掛けっていうことを覚えたことがやっぱり結果には出てきているような僕は気がしますけどね、素早いリスタート、エリキ、エリキ、トンボ取りに行きます。 F マリノス本当ですよね、ピッチのもうあとはチャンピオンシップを決めるホイッスルを待つだけです。試合終了、ホームで見事快勝です横浜 F マリノス。